こんにちは。ここは東海道線の東京駅です。青空広く、雲もなく、めちゃめちゃ暑いわけですけれども、今回はここからね、大阪方面に向かうんですけど、ただ帰る、ただ向かうだけじゃ正直つまんないので、ちょうどこういったイベントやってまして、ここで改めまして皆様こんにちは。ここは東海道線の東京駅でございますけれども、昨年7月、東海道新幹線と五等分の花嫁のコラボスタンプラリーがやったのは記憶に新しいかと思います。さて、そんなスタンプラリーでございますが、今回これから大阪方面に帰るため、これを攻略していこうと思うんですけれども、今回のスタンプラリーというのは東海道新幹線の新しい品川駅以外を除く残りの5駅で5つ子たちが待っているというわけですけれども、ならば新幹線で行っていいじゃないってなるわけですが、さすがにそんな普通のことをして普通に攻略していくのもちょいとまあつまんないというかおもろないので、とりあえずまずは改札の中へと入りましょう。ちょっち入場券で入りますが、実のこと言うとこれはミステイクでございました。っていうのも、東海道新幹線の改札内にスポット、ポイントがあると思いましたが、地図を見て判明したことが一つ。はい、チェックインのスポット、なんと改札の外でした。入場券で改札の中に入った意味がなかったです。ということで、すぐさま入場券を改札に流しまして、チェックインの場所へこんにちは。5人のうち3人は、室内だったためね、ほぼほぼできる限りのところにしていますが、撮り方があまりにも下手すぎて私の顔が反射したんで、何もかもがモザイクというとんでもない状態になっているわけですけれども、こうしてチェックイン1つ目、いちかさんを攻略です。こんな言い方していいかわかんないですけれどもね、ちょっと怖いところもあるんですが、言い方が今これしか思いつかないんで、これに統一させていただきますけれども、そんでもってそのスタンプラリーこれから攻略していくわけですが、はい、ただ攻略するのは意味がないというかつまらないと感じてしまった私は、このスタンプラリーで5つ子にもっと近づこうということでですね、飲み物は常時スタンプ対象の人なのですが、食べ物に関しては最初は統一させていただきましたけれども、ルーレットを回して現地調達ということになります。あ、ちなみにカレーだけはどうあがいても無理だったんで先に用意しています。見返して分かったんですが、絶対分からないと思うので再度ここでルール説明をいたします。今回の五等分の花嫁スタンプラリーは、東京から新大阪までの東海道新幹線が絡むエリア、そこを在来線で行くわけですが、ただ行くだけではつまらないので5つ子にもっと近づこうということで、好きな食べ物、飲み物は長女から順に追いますが、食べ物はランダム。スタンプを押した後に5つ子の好きな食べ物が書かれたルーレットを引いて、出たものを次のスタンプの駅までの間に探し食べ飲み終えるという、そんな企画です。まとめての説明はここで終わります。本編に戻りますが、本編内でも説明ちまちましています。ということで、最初のイチカセットというべきでしょうか、イカの塩辛とフラペチーノというもの。フラペチーノ、この時初めて飲んだわけですけれども、いやね、スタバ自体ね、私みたいな陰キャが行くところではないので、なかなかどういう注文とかいろいろと悩む点はあったわけですが、フラペチーノって革命ですね。そしてイカの塩辛も食したところで東京駅を出発します。さて、この時点で不思議な点があるとすれば一つかと思いますが、どうしてあなたは東海道新幹線のスタンプラリーで東海道本線を下っているのか。その理由は明白です。今回これから行います企画は、東海道本線を用いて各職のミッションをクリアしつつ、五等分の花嫁スタンプラリーを全て攻略するという、ちょっとどうかしている回になります。ただ夏の暑い日のフラペチーノってかなり助かりますね。初めてあの時飲んだんですけれども、なんていうかコーヒーっていうよりかシャーベット飲んでるみたいでね、すごくすがすがしくてとても美味しかったです。今年も機会があれば飲みたいものにはなるんですが、私にそんな機会というものが訪れるのかという不安はよぎります。横浜に到着、ここからは乗り換えまして横浜線へ。ルールがちょっとまだふにゃふにゃですんで、ちょっとずつお伝えしていくわけですけれども、飲み物は順にやっていきますが、食べ物に関してはチェックポイントの駅でスタンプを押した後にルーレットを回して5つ子の好きな食べ物が表示されているんで、どれか1つが出ます。
その食べ物を探さない限り次のチェックポイント場所には向かうことは許されないという状態になります。限定というか区間内って言った方がいいかもしれませんが、例えば東京から新横浜の場合だと、その区間新横浜に至るまでに食べ物の方は食っておかなければならない、そういった企画です。さて新横浜に到着。今回使っているのはさっきも言いましたが休日おでけけパスというものです。まあとりあえず改札外でしたんでこっちも外にあるんでしょう。意外なことに新横浜ってかなりこう広く見受けられたわけですが、まあこの数ヶ月後には東急線がやってきましたね。さてそんな新横浜の左手方向に進みまして、2つ目のチェックポイント確認です。これにて2人目一花と二乃を迎えまして、次は3人目ミクのところへと行きますけれども、さあこの二乃からミクの間がかなり難所でございます。っていうのも二乃とミク、この区間の間は新横浜と名古屋間になるんですよ。のぞみだったら1時間半で行けるところ、今回在来線で向かいますため、さて何時間かかるんでしょうね。ではお待ちかねのルーレットタイムに参ります。先ほども言いました通り、このルーレットでどの食べ物が出るのかというものを決めていくわけですけれども、初回はまあ一例ということで見本の1カセットにしましたが、ここからはランダム、何が出るかは分かりません。もしかしたら塩辛も2回目が出るかもしれない、そんな状況でありますけれども、さて一体何が出るやら、何が出るやらということです。出ました結果はパンケーキ、色から分かる通り2度でございます。では早速ファミマなんでパンケーキを探しに行きましょうかね。なかったけど紅茶あった、やったー。多分アイスティーでもよかったんですが、紅茶って堂々書いてた紅茶があったんでそちらにしました。飲み物はこれで攻略。さて次は食べ物なんですが、新横浜にパンケーキという概念が存在しないんですけれども、どうしましょう。とりあえず何もなかったですパンケーキが、なんで横浜に戻ります。とりあえず戻れば何かあるでしょう、横浜も近いしきっとあるでしょう。もしもなかったら罰ゲーム増やせばいいよ。近くて便利なマクドナルドって素晴らしいですね。さっき見てたサイトはマクドナルドですが、なんか考えてた時にですね、そういえばプチパンケーキってあったよなと思い出してググったらありました。もしかしたらホットケーキとかパンケーキとかってどういう違いになるんでしょうかね。ホットケーキとパンケーキの違いっていうのは、こう食事の際にデザートと一緒に食べるものか、それとも惣菜系と一緒に食べるかで、ホットケーキとパンケーキの中身、名前の違いというものが現れるわけですが、今回の場合これで合ってますよねきっと、そう信じたいわけですが、その希望というものを飛ばしていいのかは分かんない。そして私はロングシートで行きたいけども、手が体が勝手にその操作をしたんだから仕方ないよね。ということで普通列車グリーンに揺られまして、西へ再び向かいます。進軍の再開。さてここから信長が逃げられる前にたどり着くことはできるのか。ここで言う信長はとりあえず言っておきますが、タイムリミットのことで。京浜東北線の列車と一緒に横浜を後にします。どちらも大船方面に向かいますが、青い方の京浜東北の方がちょっと時間はかかります。さてテーブルも確保しましたことですし、広げましょう2のセット。ただ一応お伝えしておきますが、一花は見本ということで統一というか固定でいいんかな、させてもらいましたけれども、2のからはマジでたまたまになります。この運はどのように続くのかという不思議な要素はありますが、とりあえず今は目の前のミッション、パンケーキを食うことに集中するといたしましょう。それでは皆さんご一緒にご開帳ということで、2品目のパンケーキ、ニノの好物パンケーキと、まあ理想はかなり離れているものにはなりますが、目をつぶっておいてください。あの輝かしいパンケーキは私には無理がある、無理がある。自覚あったんだ。
上にかけるクリーム2つがまたうまいんですよね、このパンケーキ。そんなこと言ってもパクパク食ってたらあっという間にその箱の中身が少なくなってくる、そういった虚しさもあるわけですけれども、お茶の存在を忘れてはいけません。紅茶と一緒に飲むことこそティータイムの素晴らしき裕福さでございますが、確か記憶が間違ってなければティータイムをする前にパンケーキが完食されてしまったような記憶をしているんですよね。だからあの輝かしいパンケーキの店には行けないんだ私。さてこれから西に進軍するわけですけれども、休日お出かけパスだけでは足りません。ということでこちらをドドン。右手に現れましたものは小田原と大阪市内までの乗車券。なお新幹線は乗らない前提で組みましたので、途中の経路がちょっと不思議なものになっていますが、それは目をつぶっていただければと思います。なんで今日は3区までコンプリートできたら嬉しいなというふうな気持ちで東海道線を南下中。しかし物事はブルーベリーパンケーキのようにそんな甘くいくのでしょうか。絶対甘くないけど甘いと言っても過言じゃないのと言われそうな気もしますが、ん？ちょっと待って、なんであんた平塚で降りたの？ここで降りても意味ないでしょってなるんですけれども、なんとこれほんとたまたまびっくらぽん。この駅で特別快速小田原行きとの接続、なおこの特別快速その先熱海行きとの接続もあるという、なんと奇跡的に引き当てることができた高崎線直通の電車。マジでこればかりはラッキーしか言えません。もうラッキーすぎてみんながラッキーになってしまいそうな、そんな嬉しな気持ちでグリーン車に座りまして熱海方面へ向かいます。とあと乗り換えは小田原で1回あります。ということで計3回、2階建てグリーン車に乗っていることになります。ということで次は右手に座りまして平塚を発車します。この東海道線内を走る特別快速の途中停車駅はこの先神津に停まって小田原へ至ります。東海道本線自体は駅間はそこそこ離れているんで普通電車でもかなり飛ばす印象を持ちますが、この特別快速はさらにその駅から一部通過駅という概念が発生しますため、より一層飛ばしていきます。小田原界隈で通過駅があるっていうのがかなりいいんじゃないでしょうかね。神津駅を発車し旧東海道本線こと御殿場線と分かります。昔の東海道本線はもう誰もが知っているかと思いますが、今走っている線路は熱海支線だったかな。とりあえず本線ではなく支線扱いとして運転がされており、昔はこの高架を渡った先御殿場線方面のルート沼津までの区間が東海道本線として運転がされていました。その後熱海から先丹那トンネルがぶち抜かれたことによって支線だった線路が本線に変わって、本線だった線路が御殿場線に名を改めたってことになります。しかしあの御殿場線は途中松田と御殿場の間には定期特急列車も運転がありますので、それもまあ一度見てみたいものですし、昔はあの御殿場線ですが静岡から沼津で種別を変更し松田を越えて新宿まで行くとんでもない列車まで運転していた経路を持っています。さて小田原へと至りまして2回目の乗り換えです。ちなみにグリーン車を使う際、もしも途中の駅で乗り換えるなんてことがあった場合は一度緑にしたランプを赤に戻さないといけません。そして乗り換え先の電車でまたピッとして赤から緑を灯します。これでグリーン車の乗り換えは完了です。逆にこうしないと乗り換え前の電車にこの先のデータも残してしまうということになるので乗り換え不成立という状態になります。まあ多分大丈夫じゃないかなとは思うんですけれども、大丈夫かもしれませんが大丈夫ないを想定して動いた方が後々得にはなります。小田原から熱海の間は左手に太平洋を望む区間に入ります。海や温泉街そういったところを通りまして熱海に至ります。東海道本線東日本管内の列車は基本熱海までで、まあたまに伊東とか沼津とかにやってくる列車もありますが、ほとんどが熱海で乗り換えです。今乗っている列車も熱海止まり、再び西に足を進めるため電車を乗り換えます。ここからは JR 東海の管轄熱海米原間に至ります。6、7割の電車は対面で乗り換えができるようになりますが、時たま直折り返しがあるんで
校ホームを移動しなければならない時もあります。ただ今回はそれ以前に切符を切り替えなければいけません。先ほどの小田原駅で時間がなかったんで、熱海で一旦改札を出て乗車券を自動改札にぶち込みまして、東海道線の米原方面のホームに来ました。ただいま停車している両車両211系と313系にちょんちょんと、まあ新しいやつと止まっているわけですが、そうですね、何気なくこの車は見送らせていただきます。さて最近この静岡地区には新顔がやってきたわけですが、なんとなく待ったらなんとなくビンゴを引き当てました。やりー。ということでここから乗りますは、新しく静岡エリアにやってきた313系の8000番台。風の噂になりますが、どこかの誰かが口ずさんでいた未完特急ができそうな豪華な転換クロスシートとカーテンと、まあいろいろ素晴らしき内装を取り揃えた8000番台に乗っていきます。まあ内装に関してはまたこの後やどっかの動画で再び触れると思いますので、今回はこれに乗って静岡まで向かいます。あ、多分言い忘れてるかと思いますが、さすがにね、新幹線のスタンプラリーですが乗らないですけど、全部乗らないはやばいので、どっかここっていう好きな区間だけ新幹線は必ず使うようにというお達しがあるのをすっかり忘れてました。この313系は静岡地区では珍しい配置、転換クロスシートにコンパートメント席も備えており、カーテンは特急電車にも平然と使われてそうなタイプ。これで普通電車やってるっていうんですから、まあかなり素晴らしい内装です。電車は富士駅を発車。富士は身延線との乗り換えができまして、いつか五目そばを富士宮に食いに行きたいという願望がありますが、まだ叶えられてはいません。草薙、そして東静岡を後に次が乗り換えの静岡駅。ここからは隣に新幹線の線路が見えるわけですが、ここでまあ望みでしょうかね、颯爽と駆け抜けていく様が見受けられるわけですが、新横浜からあれに乗っておけば1時間半、そしてとあることもせず済んだのに、さてどうなることやら。ということで列車は静岡に到着です。東海道線を抜けるため、静岡を大縦断するための中間地点と言ってもいいでしょう、きっと。その静岡にて新幹線に乗り換えます。これでまあ一つの枷をね外すわけですけれども、転換クロスとリクライニングの車両が並んで出ますよ。まったくやべえな、おい。ということで乗ってきた普通列車を見送り、そして前編はここまでにします。見た感じちょっと要素が薄かった、そんな風に捉えられたから、そうだねあなたにはちょっと隠れ身の術をやってもらおうかな。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。後編一体何となるんだ私。